はい、皆さんこんにちは、サッカーキャッチでございます。まもなく2時になりますね。で、日経平均変わらずですね、調子いいですね。プラス386円を維持しております。ドル円は 120.377 でして、ドルウォンはですね 1221.74 というところでございますね。調子ええやんという感じですね。調子ええやんとドルがね、はい。じゃあ行きましょう。本題はヤフーニュースに出てます147ニュースという、これ多分共同通信系なんですけど、共同通信下手くそですね、ほんまにね。前は行きましょう。22日火曜日10時2分配信、こんなん出てましてですね、ロシア経済その絶望的な未来予測、同国の著名経済学者、次の冬までに死に至る、死に至るですよ。書けませんでしたけど。これをですね、ちょっとかいつまんで読みたいと思うんですけども、ロシアのウクライナ侵攻を受け、西側各国がロシアに対してかつてない厳しい制裁を科している。フランスのルメール経済財務省が、財務省が、大臣という意味ですね、ロシア経済を崩壊させると述べた一方で、イギリスのジョンソン首相も制裁の目的はロシアの体制転換と断言。一部欧米首脳は制裁の狙いがプーチン政権崩壊であることを隠そうとすらしていない。まあそれはそうでしょう。多分プーチン政権が崩壊する、つまりプーチンさんが大統領で亡くなると、この戦争多分終われるんですよ。終わらせることができるんですよ。だからプーチン政権崩壊やと言うてるわけですね。北大西洋条約機構 NATO が軍事介入しない方針を打ち出した以上、侵攻を止められるのは制裁措置がロシアに与えるダメージのほかない。制裁が実際どれほど経済に打撃を与えるかに国際社会の関心が集まっている。こうした中、編集長が昨年のノーベル平和賞を受賞したロシアの独立系新聞ノーバヤ・ガゼータは、プーチン政権を批判してきた同国の著名な経済学者ウラジスラフ・イノゼムテフ氏のインタビューを掲載した。あれですね、私ね、基本的にね、ロシア経済ってね、そんなに弱くないんちゃうかなと思うんですね。なぜかというと、まだ原油やガス売ってるんですよ、ドイツに。で、その売った対価はちゃんと支払われてるんですよ、ユーロなりドルなりで。なんでそこで弱いかなと思うんですけど、そう言うたはるロシアの経済学者がいますというのがこの記事なんですね。で、エネルギー価格上がってるでしょ。だからね、そこまで言わなあかんのか。まあ一応行きましょうか。同社は米政権がロシア産原油の禁輸措置を決めたことについて、たとえ欧米がロシア産原油輸入をやめたとしても、市場よりも安い価格ながら中国などに輸出する手段は残されており。そうなんですよ、中国は安かったらこうだけんでと言ってるんですよ。まああの国らしいですね。減少幅は侵攻前の1日あたり740万バレルの水準から100万から150万バレル程度の幅の減少に収まろうとしている。減少してもね、価格上がってますからね。今もう120まで来てるんですけど、もう一回見ましょうか。原油価格今 120.39 ですよ。それで、ガスの価格もね、原油に連動して上がるんですよ。それ以上に上がってるっていう感じしますけどね、今ね。一方、欧米の制裁はプーチン大統領や下院議員らの資産凍結など多岐にわたる。深刻なのはロシア中央銀行が米国などに持つ外貨準備の凍結、銀行など金融機関に対する制裁、制裁を科した国の領空でのロシア航空機飛行禁止措置だと指摘した。まあ、これそんなまあ別にいいんですよ。外貨準備の凍結はきつい。これはきついと思います。特に金融制裁についてプーチン大統領は債務者の救済措置を約束し、2300トンの金準備を持つ中央銀行の債務支払い猶予や金融機関への低金利融資などの対策に乗り出す可能性はあるものの、近年活発となっていた国内の消費者金融や12兆ルーブル、
約12兆円まで膨れ上がった国内の不動産担保融資へ与える影響は大きいとした。ふーん、もうちょっと行きましょうか。さらにハイテク機器の禁輸や制裁都市には含まれていないものの、外国企業の撤退やロシア企業との取引停止が与える打撃は大きくにゃうにゃと飛ばします。最後ですね、一時取り沙汰された撤退企業の国有化については、国を100年前1917年のロシア革命時に逆後戻りさせる新興財閥インターロスグループのウラジーミルわからん、ポターニン総裁などの産業界の強い反対もあり、棚上げされているようだが、棚上げされたんですか、国有が。撤退企業の資金を制限する動きがさらなる企業の不信を招き、将来的には海外投資を遠ざける結果に終わろうと懸念する声も根強いと。まあまあ、読み飛ばしましたけど、貼っときますね、ヤフーのサイトを。これ非常に悲観的な見方だと思います。エネルギーが売れてる限りね、ドイツが痩せ我慢で買わないって言うてもですね、あれですね、中国が買うてくれますから、安ければ。安いって言っても、このウクライナ始まる前は80ドルぐらいやったと思うんですけど、今120でしょ。まあ言うてみれば 1.5 倍になってるわけですよ。1.5 倍になってるということは3分の1ぐらい減っても大丈夫なんですよ。はっきり言うて。だから外貨はそんなに困らない。というか、まあ、あると思うんですね。払えると思うんですよ。今後、あれが来ますけど、ドル建て債のあれとか来ますけど、払おうと思えば払えるわけでして。問題は払う気があるのかないのかっていうことですね。で、プーチンさんかなりやけくそになってる感じがしなくもないですね。だから、もう、維持になってですね、破綻、お前らとなんかもう付き合んでええねえとかいう方向にこう突っ走ればですね、ロシア経済はおかしくなり続けるんですけども、決定的に破壊されるということはなさそうな気しますけどね。ハイパーインフレって言ってもですね、物価が5倍ぐらいぐらいまでのインフレ、まあ氷卵物価と言っていいぐらいですねぐらいにはなるかと思いますけど、それ以上になるかなというのはちょっとあれですね。原油価格はね、暴落する話ですよ。20ドルとか30ドルになってしまえばですね、これはあかんやんとなるわけですけども、100ドルとか維持してる限りはですね、ロシア経済ですよ、なんかこう衰退はしますけども、なんとかかんとかやっていけるとは思います。ただですね、あり得るのはですね、プーチンさんのプチンですね、何らかの形で大統領を降ろされるということですね。命のあるなしに関わらずですね、亡くなってしまえば当然大統領ではなくなりますしね、命がね。そのあたりがあり得ます。ただプーチンさん、今のプーチンさんはそんなもん大丈夫や、エネルギーが売れる限りはわしらあれそこまで困ることないねんと思ってるんだと思いますけどね。まあただしかしこれね、なんて言いますか、プーチンさん以外とって何の意味もないですよね、ウクライナ侵攻っていうのは。まあ一番の被害者はウクライナ人ですけども、その次の被害者はちょっとロシアの一般大衆でしょうね。物価が高くなって生活が苦しくなるということですね。ほんでその次は世界中でしてですね、なんで原油価格上がるね、ガソリン高いしということで、もうだからプーチン一匹ですね、なんとかしてくれさえすればですね、物事は良い方向に変わるんではないかとみんなが思ってるわけであって、今世界の30億人ぐらいはそう思ってると思うんですよ。でこのようにですね、このロシアの経済学者が予想するように非常にやばい状態になる可能性はないとは言いませんよ。だんだん苦しくなっていくなったら確かですけども、次の冬までに死に至るかというとですね、まだ生きてるんちゃいますか。この仮にあと1年プーチンさんが頑張っててもですね、ひいひい言いながら疲弊しながらもなんとか生きてるんちゃうかなというふうに私は思いますけどね。ドイツがね、
ドイツや中国がね、ロシアの原油やガスを買うてる限りにおいてですね、ロシアの息の根が止まるということはないと思いますよ。で、中国がですね、ロシアとの関係を断つとも思えないし、非難合々を浴びながらもですね、ちょろ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 ずるーく取引をしてるんではないかなと思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。